はいどうも、マイカラーです。はい、というわけで今回の動画は、僕一人になるんですが、今回やっていきたいのが、僕らね、マイカラーって、まあ、1月1日から動画投稿を始めたんですけども、一人一人の自己紹介っていうのを全く撮ってないんですよ。なので多分動画見てる方っていうのは、あれ誰なんて名前の人ってなってると思うんで、ちょっと今回、1週間に1回僕ら一人一人の自己紹介を踏まえたモーニングルーティーンっていうのを撮っていきたいと思います。ありのままの僕らをナレーション付きで、皆さんにお届けできればなと思っておりますので、早速第1弾は、一応リーダーやらせてもらってる僕からさせていただければと思います。はい、ぜひ楽しんでいただければと思いますので、早速モーニングルーティンの方をどうぞ。どうもこんばんは、チャンヌです。では早速私のモーニングルーティンの方を見ていただきたいと思います。日によるんですけど、この日はお昼ぐらいに起きて、夕方から仕事だったのかな。普段は広告代理店の仕事をしているので、結構朝は時間ゆっくりしてます。だいたい最初は携帯見ちゃいます。今時って感じですよね。まあこれあるあるだと思うんですけど、寝起きって目開かなさすぎて正直何も見えてないみたいだね。みんなもありますよね。あるよって方はグッドボタンを押してね。自分でもびっくりするぐらいうなっちゃってますよね。これが朝のルーティン。私って普段コンタクトなんですよ。なので正直何も見えないんですけど、メガネかけてようやく、あー朝だなーって気持ちになるんです。基本的に朝起きてまずすることってコーヒー飲んじゃう。だって朝コーヒー飲まないとなんかスイッチ入んなくない？コーヒー飲んで今日も頑張るぞってなるのが毎朝の始まり。ごめんなさい、私タバコ吸うの。タバコ吸いながらコーヒー飲むので、一緒に朝は絶対に本を読みながら勉強するって決めてるの。これが私のモーニングルーティン。あれ、なんかナレーション入っちゃうと私の裏の部分が出ちゃってる気がする。みんなも朝ってこんな風に本とか読む？私は結構読むわ。だって朝コーヒーと本読んでる人って本当におしゃれだと思わない？だから読むの。だいたい朝は最初お風呂入っちゃう。あら、ちょっとやだ、みんなに脱いでるとこ見られちゃってる気がする。あ、そうだよ、みんなには言ってなかったけど、私ブラつけるタイプの男。おーい、ブラついてないぞ。お客さんと会わないときは、私服なんだけど、私服って本当に選ぶの迷う。制服がいいなぁ。この子がうちの猫ちゃん、小粒。毎朝小粒のうんちを取るのも、私の仕事。これが私の
モーニングルーティーン。触りなよ小粒ちゃん、今日も大きいのが出たね。ありがとう、やるから。あと、歯磨きはしっかりしなきゃね。結構私口臭いって言われがちなの。だから頑張ってやってます。あらやだ、汚い部分見せちゃったかも。でもしっかりうがいをしなきゃ、残っちゃうからね。いつもドライヤーは軽めにします。なんでって、ちょっと水っぽい方がパーマ感出るじゃん。くるっとしてる方がなんか良くない？私はもう断然ロレッタ。ロレッタのジェルが一番好き。それ以外もいろいろ試してみたんだけど、やっぱりロレッタ。だからもうずーっとここ何年かはロレッタ使ってる。私本当にみんながどんな風に髪の毛セットするのか一回見てみたいんだけど、私はもう一旦髪の毛全体になじませる感じ。もういっぱいいっぱい髪の毛になじませて、なじませて、最後整えるだけ。そうするとパーマ感もふんわり出ちゃっていい感じに決まってくるの。最後はちょっと目を大きく開けて変顔をして今日のコンディションを確かめるの。基本的にカバンはキャリーケース。いっぱい荷物が入る方が良くない？だから私はキャリーバッグで出かけます。これが私のモーニングルーティーン、チャンヌでした。皆さんどうもありがとう。この動画が面白いと思った方は、チャンネル登録、高評価、よろしくね。